はい、今日はですね、長崎1区選出の西岡秀子さんのところにですね、会館にお邪魔してます。来ましたらですね、早速長崎といえばカステラ、とコーヒーを入れていただきます。すいません。ちょっとご馳走になります。はい、私カステラ大好きなんです。はいね、長崎といえばカステラですもんね。はい、いただきます。うん、美味しい。まずちょっと西岡さん、はい、ちょっと自己紹介していただきました、ね。はい。はい今古川国体委員長からご紹介いただいたんですけれども、私は長崎1区、長崎市が選挙区でございまして、2期目当選2期目の衆議院議員西岡秀子と申します。いつも本当に古川国体委員長にはもう初当選以来本当にお世話になってまして、まず私が何かこうご相談するという時にはもう古川国体委員長を置いて他にはいらっしゃらないということで、本当に信頼できる素晴らしい先輩だと思っていますので、もう何かご相談事があると先生を頼らせていただいて何かと本当にお世話になっております。国会では、総務委員会と文部科学委員会に今所属をして頑張らせていただいておりまして、党においては政調会長代理を仰せつかっておりまして、政調の第2部会長も仰せつかる中で、政調の一員として今頑張らせていただいているという今2期目で頑張っている西岡秀子です。よろしくお願いいたします。はい、本当ね、西岡さん真面目で。真面目でまたこう芯が強くて、はい、そこはお父さん譲りだなというふうにいつも思ってるんですけども、大変過分なこうお言葉いただきましたけど、そういうふうじゃなくていいんで、ちょっと皆さんにから見て、私がどう見えてるかと、一言で言うとどういうふうに西岡さん。そうですね、一言で言うのもなかなか難しいんですけども、信頼できる知の巨人と申し上げたいと思います。もう本当に素晴らしいもう知識経験含めて、また人間的にもですね、本当に信頼できるもう誠実な先生だと思いますけれども、でも全然そういうこう自分が何かこうそういう自分がっていうようなことは本当に見せずに、仲間をもう立てて、仲間をこう盛り立てていただける素晴らしい先生だと。私お政治とか苦手なので本当に思ってることしか言わないのでこれは本当に間違いないので、誠実な知の巨人ということで皆さんにご紹介をしたいと思います。ちょっと今度うちのかみさんに言ってやってください。うちだと私は娘からもかみさんからももう全然ちょっといや恐縮です。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと最近、西岡さんね、今政調会長代理っていうので、本当政策全般の見ていただいてますけども、最近この西岡さんが取り組んだ政策で、特に自分がね、これはっていうのあったらちょっと紹介してもらいます。そうですね、今まだ取り組みの途中なんですけども、今文部科学委員会で、やっぱり党としてもやっぱり子どものやっぱり未来を担う、しっかり子どもへの支援、また子育て支援もしっかりやっていくということが、人づくりこそ国づくりという理念を掲げている我が国の本当に中心となる政策の柱なんですけども、やっぱり今自治体ごとに例えば子どもの医療費であったり、これが何歳までどれぐらい保障するかということ、無償化するかということも含めて、自治体によってその医療費の補助の状況が違う、また給食の無償化の状況も全国で、自治体で全く違うということの中で、自治体の財政状況によってですね、あるところでは無償化であったり、あるところでは違ったり、だからある日引っ越したらいきなり無償化だったものが有料になったり、また逆もあるんですけども、やっぱりこの本当に国としてしっかり支えなければいけない制度については、やっぱり国が一律にしっかり支援をするというのが大変重要な観点だというふうに思いますので、今それについて特に給食費の無償化、また地産地消の食材を使うことや有機食材を使うということも含めて、無償化へ向けて今取り組んでいるということが、一つの今取り組んでいるテーマです。ね、子育て環境もね、どっちかというとやっぱり財政力の強い都市部の方が有利で、ただでさえ人が減って若い人が減る、やっぱり田舎の方に行くとね、財政力がやばいからそういうこともできないっていう。そういうことはありますもんね。やっぱり子供は宝ですからね。そういう地域によって偏在があるとよくないですね。特に長崎なんかね、五島列島はじめ島もたくさんあって、そういう県がそうですね、離島が多いところですし、もう人口減少がやっぱり他県に先駆けて進んでいるところですので、逆に離島を含めて先進的にデジタル技術を活用して、今日本が抱えている問題を離島でまず先行的にですね、それを生かして解決していくという、まさにモデル地域となるべくところだというふうに思うので、そういう意味ではまたしっかりまたやりがいも持ちながら頑張っていきたいと思います。教育や子育てはね、本当ぜひ西越さんに頑張っていただきたいですね。で、先生、私いつもちょっと最近問題だと思ってるのが、法案が重要法案がすごく束ね法案になっていて、だから一つの法案の中にが束ねになっているので、我が党としてもここは賛成なんだけどここは反対だっていうところで、先般の子ども子育て支援法もそうだったんですけど、そこはね本当にやっぱりまとめて、役所からすると一緒に審議しちゃった方が、早く取るね、一歩一歩分けちゃうとそれだけ時間かかるっていうことなんですけどね。でも本当に西越さんおっしゃるように、ちゃんとここの部分は賛成、ここの部分は反対っていうのは分かるためにも、そういうふうに何でもかんでもまとめちゃうんじゃなくて、項目ごとぐらいでね、少なくとも法律が違えば別のっていうふうにね、やっぱりやっていくべきですよね。そうやって束ねられてるっていうことはあまり一般の人たちは知られてないから、やっぱりそういうこともちゃんと伝えていかなきゃいけないですよね。先生がおっしゃる通りで、そういうことを意図しているのかと思うように、やっぱり国論が二分するような法案に限って、いろいろな束ねで、11本とか多い時13本とか、そういうふうになると一つ一つの法案で何が変わるのかが全く国民に伝わらないので、これはすごく問題だなっていうのを日頃から。そうですね、すごく感じているし、私たちも賛否を表すのがすごく難しい、野党としても難しい、だから野党は何でも反対みたいに見られる一つの要因がやっぱ束ね法案にあると思いますのでね、ぜひちょっとそういうところはまた声を大きくしていきたいと思います。さて、次にですね、いろんな会議があるんですけど、普段会議中どんなことを考えてる？逆にですね、会議を開催する方なので、政調含め部会含めてですね、開催する方なので、やっぱりなかなか所属のメンバーも出たくても出られないということもあって、なかなか少人数の政党なので、そこでいろいろ全て皆さんが揃って議論するっていうことがやっぱり難しいところがあるので。そういうの会議の持ち方ですね、そこについて意見集約のやり方っていうのが、私としてもどういう形がいいのかなっていうのを、逆に主催する側として課題だというふうに思って、そういう主催する側としてるとね、うちの党のメンバーってみんな政策こだわり強いから喋り出すと止まらなくなるからそういうまとめるのも難しいよね。1時間ではなかなかですね。でも逆にそういう議論がある風通しのいいやっぱり政党なので、そこもすごく国民の民主の魅力だと思う。そうですよね。みんな本当政策はね、それこそ代表がまず一番オタクのような気がするけどね、みんなこだわりがありますからね。はい、ぜひね、そういう政策こだわる人たちのマネージするの大変だと思いますけど、これからも頑張ってください。他に何かね、国会の中でやっぱこういうことを直した方がいいとか、そういうふうに感じることあります？これはずっと古川議員もおっしゃってるんですけども、やっぱり国会が今もう本当にこう与党から出てきた法案がいろいろまああっても成立をするっていうところで、やっぱりもう少しこう議論、野党のいろいろな議論がまあ政策に反映されるような、やっぱりそういう仕組みに変えていかないと、なかなかやっぱりこう問題意識が与党もあってももう今は変えられないとか、そういうこともあるので、まあ、国民の皆さんのためにより良き法案にするために、もっとこうそこの修正協議も含めてもっとそこをこう実効性のあるものにしていく国会にやっていかないといけないと思うし、これも古川議員がずっとおっしゃってるんですけど、別に大臣がいらっしゃらなくても議員間討議、テーマを決めてもう議員がそれぞれこうディスカッションして議論するっていうことも本当に大切だなというふうに思いますので、そういうこともぜひ実現できる方向でやっぱ国会を活性化していかないと、もういろいろあるけれども与党から出てきたものはもう通ってしまうっていう今の状況はやっぱり変えていかなきゃいけない。そうですよね。まあね、まあ、憲法審査会なんかね、与野党の議員が自由討論やってますから、ね、ああいう形をもっと他の委員会もやったらいいですよね。あと最近こう、まあ、西岡さん的なマイブームみたいな、なんかあります？マイブームですか。今もう本当に地元活動で頑張っています。国会開会中はやっぱり私の場合選挙区が遠いので、やっぱりもう国会開会中は国会活動に専念する、まあ、週末はもちろん帰りますけれども、なかなかこう平日に地元で皆さんにお会いして活動する機会っていうのがなかなか開会中はないので、閉会中はもうできるだけ多くの方にお会いをして、まあ、国会報告含めて皆さんのいろいろな課題やお声を聞くということで今頑張って地元活動をして。したら趣味は政治活動じゃないですけど今はそれを一生懸命。とってもね、次いろいろな環境も厳しい状況なんで、やっぱりそれをすごく、ただその中にですね、私は日々本当に皆さんにいろいろお会いしたり、ご地元の伝統文化に触れたり、お祭りに行ったり、いろいろなこう地域の方々が本当に一生懸命手作りで地域のいろいろな行事を守っていただいている姿を見るのが、私は、まあ、仕事は仕事なんですけど、一人のこう人間としても日々こう有意義である時は楽しく、そういうふうに活動しているので。要は長崎ラブっていうことですね。ラブです。長崎ラブです。わかりました。ありがとうございます。決して趣味は選挙じゃないです。いや僕もね、なんかね、神坂でよくね。なんかちゃんと趣味を持たないとあんたこうね、やってることが趣味になってんじゃないかみたいな言われることがあるから、自分と同じ感じで言っちゃいました。本当は趣味はガーデニングです。あ、ガーデニング。はい、もういろいろ植物を植えて育てて、それを使って料理をしたりとか、本当はそういうことが好きなんですけど、今なかなかそういう、ね、でもさっきの教育も人も育てるのも植物やっぱ育てるってね、大事ですね。なるほど、わかりました。今委員会、総務委員会、文部科学委員会でさまざまなことに取り組んでるんですけれども、先ほど申し上げたように、やはり教育を、国家の柱に、人づくりこそ国づくりということで、今まで日本が怠ってきたやはり人への投資をしっかりと重視をする、そういう、国の政策の在り方に変えていくことや、またやっぱり今いろいろな政策はあるんですけども、その政策を国民の皆さんがなかなか知ることができないから、いい政策、支援策があってもそれをなかなか必要な方が使えないという状況があるので、そこをしっかり国としての支援策を国民の皆さんにしっかりこう情報提供していくっていうところも大きな課題だというふうに思ってますので。そこもしっかり取り組んでいきたいと思っています。で、同時に国民民主党のやっぱり党勢拡大、やっぱりこう素晴らしい政策、素晴らしいもう仲間が集っている政党ですので、一人でも多く地方議員も含めて国民民主の仲間を増やしていくために頑張っていきたいと思っています。石岡さんは我が党の両親ですからね。ぜひね、西岡さんね、政治家ってね、俺がっていう人が多いんだけど、そういう中ではこう、いやもう私はいいですからっていつも慎み深いんだけど、やっぱりこういうちゃんと実力さんみたいな人もいるんだと、まあ本当今の失われてる政治への信頼を取り戻すためには、実力さんみたいな人がもっと前に出て、どんどんと活躍してもらえるといいなと思うんで、まあぜひ国体長としてもそういう機会を作りますから、ありがとうございます。ぜひその時は前出てどんどんやってください。期待してます。はい、ありがとうございました。今日はどうもありがとうございました。